うわ今の方が一番自然だったな。うわ今の方が。そうですね、はい、ドローヒッターなんですけども。
そういう悔しい経験があっての優勝でしたから、本人もね、思い出深い一勝だったと思いますね。右側のペオイです。ラウンド解説として山崎一華プロがついてくれています。あ、これはちょうどね、傾斜も手伝って、はい、かなりね、距離が出ましたね。あ、手を離しました。左のラフです。このティーショットは、ちょっと左。ちょっと左ですね。昔はもう右足で構えてたような感じだったんですけど、はい、うん、今こう真ん中目、まあ、若干もう左寄りですよ ね、はい、ウエイトをこう移して、もう左半身だけでこう打っていきますので、はい、やっぱり年齢とともにどん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 スイングも変えていかないといけないですし、それがうまくはまったんですね、今年は。今の形に変えてどういう、まあ、意図があるんですね。で、15歳359日でプロになっちゃったんですね。ミシェル・ウィーより早くプロになったというですね。レシー・トムさん、天才少女と言われてました。はい、画面15番でグリーンとセカンドショット、しっかりとグリーンを捉え、上空の方がちょっと強めの風が吹いています。これもちょうどフェアウェイ右から左へとこう流れていってなので、非常にバランスのいい状態だと思います。まあ、上田は賞金女王にもなりましたが、その年のプロ初優勝がこの熊本空港カントリーと。はい、非常に思い出深い舞台。そして第5組の上田も10位タイグループです。これはいいショットでしたね。満足なショットだと思いますよ。250ヤードピン。最終的なティーショットいいようですね。いいですね、今のティーショットもいいですよ。はい、今の手を決めてローまでね、はい、スローでもう一度ご覧いただきます。エア右向いて、ドローの構えですよね。はい、ここからフラットに上げて右脇も閉まってますし、右サイドから降りてきて、右の腰の前で打ちますからね。これはよっぽど下半身をトレーニングしてないと、上田選手、今日とてもいいですね。その上田のとなりますと、この後の1番ホールは楽しみになりますね。そうですね、スイングもとてもなんか足腰がですね、しっかりとしていて、そしてアドレスもいつもの1番ホールは楽しみになりますね。そうですね、スイングもとてもなんか足、パーファクト。パートップとは3打差2アンダーです。すればグリ
直接ボールを落とすでしょうし、はい、どうか、OK！